マウミウは KRY 山口放送のマスコットキャラクターである。どちらも山口の山をかたどった形をしている。どちらも黄色をしており、頭には赤い付き物がついていて、さらにミウにはリボンがついている。1995年、クライが放送40周年を迎えたことを記念して誕生した。それと同時に、地域荷重100%というキャッチフレーズも決まった。2001年、 クライが放送45周年を迎えたことを記念して誕生した。それと同時に、夢中、熱中、放送中というキャッチフレーズも決まった。ちなみに、ミウはマウのガールフレンドという設定で、マウと行動を共にする。名前の公募は、テレビ放送を通じ行われ、応募者多数の中から、当時平成町在住の小野さんの応募したミュ、ミウをイメージ、ミウは海を、 イメージと命名された。なお、小野さんには、マウミュウのぬいぐるみがプレゼントされた。クロージング、熱血テレビ内、デコマウ、暗いイベントダイアリー、天気予報、各種プロモーション CM、ラいの地上デジタル放送のウォーターマークなど、暗いに関連する番組の多くに登場する。最近は喋る機会が増えた。ありがとうございます。